はい、いつもありがとうございます。BGB の、IM の106ですね。通算12回目のインマキュレートサッカーになります。はい、で13回目、先ほども申し上げた通り残り4スポット、まあ9時ちょいぐらいまで様子見ますけど、埋まれば今日やりますんでね、よろしくお願いします。はい、じゃあ、いつもと同じく18スポットの、はい、ドラフト形式で先に抽選してから開封となります。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズで1と1の2は振り直していきます。はい、はい、5と3ですね。8回抽選です。はい、じゃあいきます。8回ですね。1 2 3 4、待ってください。はい、5 6 7で次ですね、いきます。せーの、ポチ。はい、8回目ね。3と5で8回抽選。はい、ドラフト1位はクロクロさん、おめでとうございます。はい、ドラフト1位はクロクロさん。はい、今日はラッキーナンバーは8ということで、はい、ドラフト1位はクロクロさん、おめでとうございます。初めてですか、ひょっとして1年ぶりぐらい。あ、去年1回ぐらいですよね。はい、素晴らしいです。ドラフト2位は TSK さん、ドラフト3位が AZY さん、ドラフト4位がヨシさん、ドラフト5位が HK さん、ドラフト6位がバッチオ君さん、ドラフト7位、K39 さん、8位が YM さん、9位がミンさん、10位がペドロさん、11位と12位が肉球さん、13位 AZY さん、14位 YM さん、15位メンさん、16位ヨシさん、17位、SOCHE さんですね、ソチェさんかな、で18位が三日月さんとなります。よいしょ。はい、じゃあこちらね、いつものサッカーいわける。はい、これ開けたら今年のバスケのナショトレだったら続行どうでしょうプライス的には続行かもしれないはい、じゃあ小箱取り出しますね。で BGB の107、今ホームページで募集している分は残り4スポットですね。一応9時半ぐらいまで様子見ます。ちょっと今日はもう丸1日ちょっと発送してて、今まで 10回か10回分はドラフトを公表してますからね、その分あの発送して、まあ、ちょっとね、まだ今日発送しきれてない部分があるんで、まあ8割ぐらいは発送できたなっていう感じです。もう必死に発送作業してましたけどね、ちょっと間に合わなかった分が少しあります。ほんで大部分は発送できた感じです。まあ大阪の方だとあのね GT20 やってるんで、ちょっと到着が遅れる可能性があるらしいです。まああくまで可能性らしいというぐらいですんで、まあ明日着くのかなとは思いますけどね、大体はね。あと100、昨日やった105のリストはまだ完成してないので、そこだけご注意ください。はい、じゃあテープ切りますね。ですね、はい、じゃあ、BGB の今キュレ106回目です。よろしくお願いします。はい、まずベルギーのアレックス、アクセルさんね、24の25、
ですね。はい。よいしょ。はい。よいしょ。で、ジャージカードは、アロンソですね。シャビアロンソ。2-50。おお、すげえ。すげえ、次。いきますよ、せーの。すげえ。ど真ん中。こう、マグホ入れな。ジュシリー、これで。これじゃねえ。あ、これ1位。場所はすごいですけどね。ジュシリーでこんなとこ。ど真ん中っすよ、王冠。ベンテケ。まあ、一時よりは良くなってきたんでしょ。うん。あんうんって感じなんだ。はい。すごい部分ですね。8-10ですね。これですよ。はい。で、次が、誰だこれ。はい。イタリアの選手。はい。ですね。で、お、メキシコということで、はい。見ない方がいいですよ。見ない方がいいですよ。はい、行きます。はい。せーの、ほい。おー、今度ごっしり来たよ。まあ、そんなもんだよね。はい。そんなもんですよね。よいしょ。はい。昨日っすよね。ワンワン出て。はい。今度はごっしり、5-5が来ました。クリロナーバッチョ。ロッシュ。はい。いいっすね。はい。5枚限定5番です。ね。いい商品っすよ。今年の今切れね。まあ、人によるかもしれないです。はい。それだけは言ってきますけどね。はい。で、2つ目。一箱目からいいのでしょう。200個目はまた25尻のイスコ16番。そう、うちね、もう30何ケースいってるんですけど、ネイマールをまだ1回も見てない。はい。まあ、いいことかもしれないですけど。で、次はトニークロスですね。85-99。はい。で、次がクラッツですね。75シリ4番。ポーランド。ファビアンスキーとクリホビアク。こっちもなんかいいですね。靴ですね。シューズ。ダブルのシューズ。はい。で、サインはアトレティコのコケさん。32-99。あ、次も場所いいっすね。珍しいっすよね。少ないんじゃないかな。スナイデル。初めて見た。10-10です。あ、ジャーナン、点々だ。点々ですね。このジャージわかります？クラブチーム。なんかね、はい。ペイントなんですけどね。はい、10シリ10番。背番号10。オランダスナイデ。ちょっと後で、マグホ入れておきます。で、一番下はバラックです。これもちょっと少ないんじゃないでしょうか。2-15。いいですね。よいしょ。はい、3箱目は、アリオラさん。9-65。アメリカ。よいしょ。はい。で、次はダブルパッチのデフライ。46-50。なんだっけ、フェルメーレンでしたっけ。31-99。バルサですね、これね。はい。で、あ、ロナウジーニョのジャージ、珍しい。25枚しかないんだ。17-25。こっからスタートだから少ないんですね、多分ね。はい。で、3位は、エドヤン・シューバー、49-99。はい。
で一番下はパッチウッドのベールですけど11枚限定ですね。少ないですね。11の6番レアルですね。はい、これも後でマグホ入れておきます。やっぱ7、8枚ぐらいまでいきますよね普通にね。そこそこのものがね。お、ルーキーだ。25シリアルバレスメキシコ。はい、まずルーキーカードの25枚限定。次はジャージのピルロ9の50。でジャージのルークショ、これは35の99。でこれを誰だ、ブーツシグネーチャーだ、アンドレ・シューバーですね。18の35。これポルトガル、これ靴ですね。ちょっと分厚いカードです。で次はクリスタルダンですね、90の99。はい、でラスト、おお、名前じゃないか、どこだどこだここですかね。 CH ってなってますけどね。はい、5枚限定の2番です。ナショトレの RPA チックなデザインのやつですね。はい、スペリオール、スペリオールっていうだけか。はい、ね、パッチオートとかつくのかなと思ったらつかないみたいです。2枚、あ、5の2だな。ジャージナンバー25ですかね。はい、目細めるとジャージナンバーに見えるはい、で5箱目。はい、イカルディの49の65。よいしょ。はい、よいしょ。で次はジョーハートの5の50ですね。5の50。おお、すげえ、やっぱパッチすげえな。はい、ピルノのメジャーリーグサッカーのとこです。この間ね、パッチオート出ましたけど、またこれですよ。すごいとこ入ってますよね。2の10です。ピルロのパッチ。ワッペン系ですね。いいっすね。はい、で、次は、はい。ちょちょ見ますね、これね。はい。ペリンさん、ゴールキーパー。セカンドぐらいって言ってましたっけ？現在。はい、でラス前がセレナさんですね。これがインテル28の50。はい、で一番下はクルトワですね。31の35。ブロンズで35だから少し少ないのかな。はい、はい、で6箱目ですね。ここで最後です。まあ当たり音以外のところもパッチが良かったり結構してますんで。はい、ステフェンさん、アメリカのキーパー17の65。はい、よいしょ。はい、でジャージではなくブーツメモラですね、デフライ、インテルのデフライ28の75。でパッチですね、ベドヤさんじゃないんだろうな、でもアメリカか、ベドヤでいいのかな。はい、4の20です。でサインカードはバッカですね。55の99。おお、すげえ、場所がいいねやっぱりね。はい、ざわ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 つってます。店長がね、あのそこの前のカードをこうやってやると後ろでざわ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 ちょっとなんか出たみたいなはい、マキシ・ロドリゲスで、これ場所いいですね。こういうとこが入ってるっていうね。ね、いいですよ。10枚限定3番です。はい、最後例で誰でしょうか。いきます、せーの。お、デュアルオートのプリちゃんとデンプシー、アメリカですね。まあプリちゃん入ってますし、
OK なんじゃないでしょうか。デュアルオートということでトリプルとデュアルが出て、まあ、その他もいっぱい出ました。なんかまあパッと見マキシル・ロドリゲスのこのパッチで9位か10位ぐらいじゃないかな。まあ面的のパッチもいいですけどね、こんなとこないっしょ。だってねえ、ど真ん中っすよ、端っこじゃないっすよ、そこポイントですっていう感じですね。はい、じゃあ、参加者の皆様はドラフトリストを制作してお送りしていただくことになっております。今19時51分で、まあ、ここからちょっと作業して8時半、まあ、20時半ぐらいに店長のインスタグラムの方に画像を掲載いたします。参加されたお客様はドラフト順位に応じたセット数を選んでいただいて店長にメールしていただく形になります。はい、メールに記載していただくことは BGB の番号、BGB の IM106 ですね。それとお客様のハンドルネーム、それとリストになります。期限は明日の夜8時までですね。中盤から下の方はお手数でしたら、店長の番号順と似たような、感じでいいかなと思われる方は番号順でお願いしますと記載していただければ、お客様の番の時に若い番号をピックいたします。はい、じゃあですね、BGB の今切れの107が残り4ですね。はい、こちらも埋まれば今日やります。9時半ぐらいまで様子見ますのでぜひご注目ください。はい、メッシがノアオバンが出てね、ああもう出ちゃった終わりだと思ったらね、翌日にワンオバンのトリプルが来るし、ワンオバンのトリプル出ちゃったな、その組み合わせもうないなと思ったら今日出るしっていう、そんなもんです。はい、じゃあぜひ、107よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。